いつも視聴していただきありがとうございます。以前の動画でも紹介した、iCAD の紙機能、差分表示、使用されていますか？正直、これはオプションコマンドだとしても僕は購入しちゃいますね。また、僕がグリッドをやめられない病にかかっていることは、これまで何度もお伝えしてきましたが、今回は僕がその病になっちゃう理由もお話しします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。いつも永瀬エンジニアリングの YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が記念すべき第1回の動画で差分表示を紹介したんですけど、今回は差分表示すごく便利なんで、その紹介です。で、こういう似たような図面ってその設計をしている中でたくさん出てくると思います。で、そういう時それぞれの図面のどこが違うかっていうのを簡単に見つける方法で、このアイコンメニューでいうとこれですね、差分表示する。で、これを押して、で、所属するビューを選んであげる。で、右側のビュー。そうすると黄色くハイライトされたところが左右で違う絵になります。で、80と75、100と95。で、同じようにこっちは。で、6と6。で、合ってる。で、例えば、ビューの位置が違うとき、ビューの位置が違うとしても、例えばこれがもう枠外のこんなところにいるとしても、差分表示でこのビューとこのビューをやれば大丈夫。ただ注意点としたら、切断面とかはちょっと注意ですね。例えばこれ A、 ここ AA で、こっちも AA、 同じようにこっちもで、この時今やってみればいいんですね。AA と AA。AA と AA も比較できます。これと、これ。全く一緒。まあ、ハッチングが違う。ハッチングをじゃあ、消してあげる。ハッチングを消して比較すると、差分表示で比較すると、全く同じ。ただ気をつけないといけないのが、例えば AA の矢印の切る位置、僕、以前の動画、今までの動画で何度か紹介したんですけど、僕、そのグリッドをやめられない病気にかかってまして、例えばこの A を、AA の矢印がここにずれてた場合、まあ、グリッドがない、なくって、まあ、大体この辺やねって、グリッドがないともう大体の、こういうアナログ的な置き方になる、大体この辺やねってやってしまった場合、じゃあどうなるんかって言ったら、差分表示でこれと、これをするともう全部真っ黄色。それってなんでかって言ったら、この原点からの A を表示してるんで、この A の原点が、例えばこっちで寸法、原点からここ8mm、こっちが原点からここ 10.2、 なんで違うんですね。なんでここもちゃんとグリッドをやめられない病気の理由もあって、これをちゃんとグリッドに載せる。そうすると差分表示で、ここをちょっと寸法のずれてたんですけど、差分表示で、ちゃんとなる。じゃあ、例えば、ここを切って、ここが BB。で、ここが CC。ちゃんとグリッドに載せた CC。この図面の時は、例えばこの BB も必要で CC が必要だった。で、こっちの図面の時は、じゃあこうしようか。こっちを BB。BとCが逆のパターン。これ、じゃあ、ここせっかくなんで、また同じように、これ移動しましょう。ちゃんと、穴の方に移動してあげる。で、こっちも、で、置いてあげる。で、この BB と CC を比較したい。こっち更新してないね。更新。BB と CC。多分同じはず。ちょっとハッチングも、これ、消します。ハッチングも、消します。で、BB と CC を比較するとき、差分表示で、で、この切断線の、このビュー名が違うと、このセクと C っていうのが違うと、これ比較できない。セクと C とセクと B は比較できない。なんでそういう時どうするかっていうと、これをじゃあ、あえて BB とかに変更して、こっちを B に変更してあげる。
じゃあどうなるか、もう一回差分表示で、で BB セクト B とセクト B なら比較できる。こういう風に差分表示すごく便利です。本当にちょっとした違いとか、よく出図間際の変更とかってあると思うんですけど、そういう時にすごく便利。元図に対してこれってどう違うのって確認したい時、こうやなっていうので分かりやすい。もうぜひもうこの iCAD の差分表示、本当に僕は神機能だと思います。皆さんもぜひご使用ください。今回もご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。まるで僕は差分表示の機能から賄賂をもらっているような言い回しかもしれません。実際もらっています。嘘です、もらっていません。でもそのくらいおすすめです。また今回の動画で僕のグリッドやめられない病への理解もしていただけたでしょうか。グリッドを活用することで神機能はさらに進化します。逆にグリッドを使用しなければ差分表示もあまり役に立ちません。皆さんも僕と同じ病にかかり神機能を満喫しましょう。永瀬エンジニアリングでは一緒に楽しく仕事をしてくれる仲間を募集中です。僕と一緒に仕事をしたいと思う、そんな既得な方がいらっしゃったらぜひご連絡ください。また動画制作の励みになりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。